頻繁に連絡を取る。 LINE 送るとか、あなたは特別ですよっていうメールの文とかを少しずつ出していく。なんかに似てるねとか。なんかって何ですか。例えばなんか芸能人に似てるねとか。ちょっと可愛いスタンプ押すとかですかね。えリラックマとか。好きだからこそあえてこの意地悪して気を引こうとしちゃう。絶対嘘と思ってるでしょ。あんまりアピールとかしない。好きだと思ったら告白する。やっぱり日本人の男の子ってその奥手な人が多いと思うので、分かりやすくしてあげた方が。ずっと近くにいるとかですかね。その人のそばにいるとか。めっちゃ見る。相手の目をずっと見る。目を合わせて一回そらされる時あります。あのそう、確かにちょくちょくこう見られる感じがあったら、あの子あいつ俺の子好きなんじゃないかなって。